セガサミーホールディングス、サミーサミー株式会社は日本のパチスロパチンコメーカー、ゲームメーカー、パチスロ事業ではトップメーカーとして知られている。創業者であるサトミオサムのジップが経営していた食品会社、株式会社、サトミの一部門として1975年に設立。社名及びブランド名であるサミーの由来はサトミをニックネーム風にもじったもので、 自社で開発したパチスロなどの遊戯機を海外に輸出する際のブランド名として里見が考案したもの。2003年12月にゲームメーカー大手のセガを買収。2004年10月1日にはセガと経営統合を行い、持ち株会社セガサミーホールディングスを設立。サミーは s s h の100%子会社となっている。セガとの経営統合前はゲーム事業も行っており、 ギルティギアシリーズやパチスロシミュレーションゲーム、ピンボールマシンなどを開発、発売。ゲーム用周辺機器もアスキーから事業を引き継いで発売していた。アミューズメントスポットの運営も行っていたほか、アーケードゲーム用システム基板、アタミスウェイブを開発、供給を行っていた。2005年以降、ギルティギアシリーズ。 パチスロシミュレータ等のサミーの家庭用ゲームソフトは販売元をセガに変更しセガを通じて販売されることとなったが実際にはパチスロレボリューションシリーズとその盤面以外のアーケードゲームもセガが販売することになったこのためアトミスウェーブのタイトルもセガが販売しているアトミスウェーブ並びにサミーが発売したアーケードゲームのタイトルの修理サポートは 2017年3月31日をもって終了したほか、7号店容器の修理サポート自体も2005年3月までに発売された前、版面並びに2005年4月から2011年3月までに発売された一部の版面の修理サポートも2018年2月28日をもって終了。世界のアーケードゲーム事業移管後も、セガイ,インタラクティブ、 セガロジスティックスサービスともども日本アミューズメントマシン協会 AM マシン事業部会員となっている。またサミーが運営していたゲームセンターもセガに一貫している。s s h は2015年9月に遊戯機事業の構造改革を発表。この構造改革では4社に分散していた遊戯機の開発、製造をそれぞれサミー本社とサミー川越工場、 サミー埼玉工場に集約したほか、子会社の太陽エレックで希望退職を実施した。4つのブランドで展開しているマルチブランド戦略も見直し、順次サミーにブランドを集中させており、2017年には太陽エレックブランドが消滅した。今後は2018年以降をめどに、ユニバーサルエンターテインメントとの合弁会社であるジーグ製筐体を投入させる予定である。 2014年5月から実施しているセガサミーグループにおける構造改革の実施は2015年4月にゲーム事業やアニメーション事業などのエンターテインメントコンテンツ事業の再編に次ぐものとなる2018年5月にサミー、太陽エレック、銀座、ロデオの4社の本店所在地をサンシャイン60から住友不動産大崎、ガーデンタワーオフィスムネ移転。 4社並びにサミーネットワークスの本社所在地も、同年8月に、住友不動産大崎ガーデンタワーオフィスムネへ移転した。製造元、G 銀座、T 太陽エレック出店、パチスロ機種情報、機種インデックス製造元、G 銀座出店、パチンコ機種情報、機種インデックス系統後の判検はセガが保有。ありがとうございます。